ヒーローの活躍を追体験できるぞ。お待ちかね、ストーリーモードの始まり、いよいよ始まった職場体験。レッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所。名前を言っても誰だ君は、トシノリって全然通じてない。僕だったら、だったらなおさら打ってこいや。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ。優勢ランクぞ。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しちゃ素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。さあ打ってこいや。この息やるねえ、しょうが。この息いいぞ。しょうが突き崩す。強襲、うん、いい動きだ。そこだ、真上に。まだだ、そこだ。いい動きだ。敵はやるね。ふっと衝撃は、うん、いい。届け、いいぞ。打ち込め。よっと、おお、いいぞ。直接やるね。打ち込め。じゃあいいぞ。うん、おお。じゃりゃ。じゃりゃ。次。まだだ。打ち込め。これなら。いい動きだ。押しろ。真上に、真上に、強襲。よし、やるか。レディークラッシュ。こちらから、うん、いける。やるじゃないか。やるしかないんだ。だからこうなる。オールマイトというのは足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残す。これが憧れオールマイトの死。いよいよ始まった。グラントリノにヒントをもらった僕。レッツストーリー。
翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。グラントリノの一言で思いついたイメージは、ああ、わかった。一部にしか伝わってなかった熱がまんべんなく伝わるイメージ。たどり着くまで随分早かったな。お願いします。本気で取りに行くよ。さてどうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのなら、こんなワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。だがそりゃもう一度だ。打ってこい。攻撃を当ててフルスウルトラゲージを貯めろ。こちらからやるね。いい動きだ。うん、うわこの息やるね。さあねぎらいや。いいぞ。うん、うわしゃじゃ馬がいい動きだ。よし、締めに一発撃ってこいや。フルスウルトラ2を放て。僕にできることを。いいぞ。持てる力のすべてを。はあ、ありゃスマッシュ。なるじゃないか。ウィーン。やるしかないんだ。今だ。ワン・フォー・オール。惜しい。たった一回の思考で前回とは劇的に変わった。ひょんなことから新しい技フルカウル使い慣れるにはまだまだ練。その前に朝ごはん食べないと。グラントリノにヒントをもらった僕、グラントリノにヒントをもらった僕、新技このモードはヒーローの